はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルフィッシュです。では今回はワープロ2018エカナイ続きをプレイしていきましょう。前回秋の地区大会で、まあ、1回戦敗退の後、そこで練習試合でコールド勝ちを収めて、一旦秋の大会でそこそこまで落ちてしまったチームの評判をですね、再び中堅に戻しましたというところと、あとドラフトでね、3人プロに送り込みましたというところまで、お届けをしたと思います。で、今回はその続きになります。まあ、次はね、夏の甲子園予選、ここに照準を合わせていくことになると思うんですが、カジカワの弾道が上がったね。ちょっとグラウンドレベルがね、少し下がってきてるんで、そこにテコ入れをしていきたいな。合宿はもちろんやるよ。じゃあ梶川は再び足に戻しましょう。じゃあ本屋さんに泊まってアイテムをもらいましょう。今何もらった？ちょっと見そびれちゃった。伸び違うね。何もらったんだろう。スケジュール強化、自分探しの本だな。リリース丸つけてく？そもそも誰につけるかというと、将来のエース、豊川にリリース丸つけよう。伸びも豊川。もうね、次を見据えていかないとね、血の入れ替わりをしていかないと。タクタのテンションが下がってる。じゃあ練習休みにして試験に突入だな。
三井幸はちょっとじゃあここで総力に振っていくか。三ツ矢もミートはまあいいかな。一旦総力に振りましょう。平山も総力に振っていきます。梶川は まだ総力だね。村瀬はまだまだミート。根岸はパワー上がってきたのでどうする。ちょっとここは肩を上げていきますか。サードなんて肩も欲しいからね。角田は肩全然上がってこないな。石森パワーが上がってきましたね。じゃあ守備がかすすぎるので守備を上げましょう。で村上は総力、西田はパワーがもうちょっと上がってほしいかな。戸田球速、豊川はスタミナ、土肥は制球、山谷は制球ですね。さあこっからの合宿だな。合宿で有能なポイントをスキルを稼ぎ出していきましょう。いやムード丸いいよね。守備職人もムード丸も梶川が守備職人。おお初球丸も欲しいわ。 D 追記が初球丸。梶川が対左投手し悪くないね。グラウンドでレベルがどんどん下がっていくけど、何もないか。何もないね。何もない。何もないか。最後守備職人欲しいけどどうする。何もないか。しょうがないね。そしたらここは遠投を入れて徳能を取りに行きましょう。山屋だな。威圧感はちょっと無理だと思うんで、どうする。伸びプラス2にするか黒ファイにするか。黒ファイだな。ナイス。練習効率を上げてホームチェックの請求入れる。いや本当にちょっとあれだな。グラウンドレベルが下がってきてるな。2019年から20年に変わりましたね。20年は東京オリンピックだな。20年のね、大河ドラマが
明智光秀っていうのが発表されて、それはすごく楽しみなんですけどね。おみくじを引いて吉だったって言われて、それで終わりなのかな。さあ、そろそろちょっと一旦あれだな、体力の回復入れてあげたいね。ちょうど月曜日に休めそうなので、月曜日に休みを入れましょう。で、特ノーマスには泊まりたいよね。OB マスも泊まりたかったけど、ちょっと OB マス1は出ないかな。お、パワーヒ、ネギシがパワーヒッターになった。OB マスは止まれないね。しょうがない。ここは梶川を推薦しておきます。いや、秋の甲子園に選ばれる可能性ゼロだからな。1回戦敗退してるから。そういえば彼女ができました報告的なものが一切入ってこなくなったの。そろそろ練習試合欲しいな。もう山屋に彼女ができたか。エースで4番の山屋に彼女ができちゃったか。ちょっと大丈夫かな。お別れしちゃいましたみたいになるとね、テンションがゴリゴリに下がる可能性があるんで。ここはさらに食事会で体力を全回復しちゃいましょう。おお、練習試合やっときた。
桜工業負けてるからね、桜工業は。以前じゃあこの桜工業にはねがっつり勝っていきましょう。やまやま彼女ができてテンション上がってるな。お、いきなり2点の先制点を挙げている。で梶川だね。まあここは無難にミートで、まあランナーとして出ましょう。一番先頭打者で出てますからね、この回の。まあちょっとパワーがないからな、梶川はまだ。角田だな。内角を攻められてるな。ここは引っ張りに変えようだ。最後は外角のスローカーブで山屋だね。ここはさ追加点欲しいからな。普通にうまい、うまいけど抜けなかったな。抜けててくれれば確実にねタイムリーになるような当たりだったと思うんですが。さあ制球力も上がってる山屋。ここはセカンドへのイージーフライですね。で7番の石塚くん、まあ、ここは緩急重視でいこう。速球はねさらに増してるはずなんで威力を。打たれちゃいましたが、うん、危ないけどこれは切れていきます。これで追い込んだね。追い込んだら臭いところで勝負していこう。最後はシンカーで梶川は今日ヒットが出てないんで、まあ、ここは一発狙っていこう。どう？切れていくね。これはショートの正面への当たり。今のが抜けてればっていうようなね、そういうバッティングをちょっと今後はしてもらいたいよな。さあパワーヒッター持ち根岸。まあ強豪校相手にもこれくらいの試合ができてますからね実際。うん、中堅高校だ、中堅高校。でもヒット10本打たれてんだよな、山々も。さあ、じゃあ練習試合ということもあるので、山々を下ろして、他の選手にも経験を積ませてあげましょう。最後はカーブですね。よし、これはショート梶川が掴んで
ゲームセット。土肥くんの出番はなかったけど、まあいいでしょう。まあ、この先は、夏の甲子園大会に向けて、山屋を徹底的に鍛え上げていかなきゃいけないからね。あ、またみんなの、あ、テンションが上がってくれたね。下がりだすからね、テンションも。ま、全体的にまだまだこの状態維持でいいかな。ちょっと1が多くなってきてるな。1をなんとか消化していかないといけないですね。全部1になった。早速じゃあちょっとアイテムを使おう。監督からもらった。お、1選手の守備力が5上がるの。これは川西川に使おう。さあ卒業式だ。メソッドに誰か行ってくれ。お、大抜きがメソッドに行ったね。柴崎、奥山、この辺りはプロ野球選手。諸星は八百屋さん。二見もプロ野球選手ですね。川口はアイドルね。ありがたい。ちょっとこの数字の小さい練習が多くなってきちゃってるんで、シャッフルしたいけどな。あと練習試合ね。西田がホームシックになったのか。
ちょっとマス目が微妙なのが続くな。げ、大丈夫か。ここは勉強を挟んで、とりあえずこのならず者をスキップしたいんで。で、金曜日の特訓マスも止まりたいですよね。練習休んでミソと行って特訓マスかな。2が欲しかったけどしょうがないね。ここは指立てでメソッド行って素振りの2を踏んで特訓かな。ヤマヤはコントロールが66、もうちょっと欲しいな。豊川はスタミナ51まで来た。となるとコントロール上げておきましょう。戸田はまだまだ急速アップ。いやー、コントロール G はないわ。西田はパワーが上がってきたので補給を上げておきましょう。村上は走力が上がってきたのでパワーに切り替えます。石森も守備がまあ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 見れるかなっていうところに来たので弾道を上げましょう。角田はどうする。肩が上がったのでここからミートを上げます。根岸、肩が上がったので弾道。村瀬、村瀬はパワーにする。ちょっとパワーがなさすぎるんでね。で、梶川はパワーに切り替えましょう。平山は走力もうちょっとするかな。三ツ谷も走力が上がってきたのでパワーに変えましょうか。で、つゆきもパワーに切り替えていきます。ムニムニボールをもらったな。早速じゃあそのムニムニボールを使おう。さあ特訓だ特訓。梶川、どうする。アウトコースヒッター、厳しいか。さあ新入部員だな、新入部員。萩野、渋沢、乱調持ってんのがなんか嫌だな。この時点ですでに藤沢は満塁男、も守備力が高いですね。宮脇対左投手 A、今泉、守備力がなんか全体的に高いですね。漆原、チャンス F、 藤枝、熱血感、エラー持ち、泉田、熱血感。いやー、これらの選手をじゃあ育てていく、なんかこれといった選手がいないかなっていう感じはしちゃうけど、大化けしてくれる選手がいるかもしれませんからね。新入部員が入ってきたんでね、食事会で懇親会をやりましょう。懇親会、OB、 プロの OB なんかあったっけ。いいこと悪いこと両方あった気がするんだけどな。確かプロの厳しさを教えてくれるとかっていうのもあった気がするんだよね。
本屋に泊まれなかったのはしょうがないな。お、アイドルがいる。アイドルに泊まりたいわ。ちょっといいのがないので、アイドルに向けて邁進していこう。あ、アイドルが続くしな。しかもアイドルってテンションアップ系だったっけな。もうすっかり忘れちゃいましたけど、多分テンション上がるとかそういう感じ。僕だったらね、テンション上がりますからね。練習効率が上がるんだ。じゃあここは、紅白戦使って、ホームチェックの請求1を使って、とりあえず金曜日の休み、体力回復を入れていきます。で、水曜日にまたアイドルに来てもらおう。そうか、予選も始まるよな、もうすぐね。萩野は急速アップ。まあ1年生はね、急速アップだよね、まずは。1年生は急速とミート、基本はね。平山の総力が4って今出てたね、上がった量が。踏めなかったか、しょうがないね。まあここは赤マスに突入してまでスカウトに行く必要もないので、進化を覚えたの？土肥が。全部1だな、残ってんのが。まあ当面1が止まって嫌なマスはないんだけど。スケジュール見直しだ、見直し。
お、これで6月になりましたね。まあ、練習はね、さっきも見たばかりなので、このままでいいでしょう。お、満塁男の本が来たね。はい、ではね、ちょっと時間がいい時間になりましたので、6月に入ったところで一旦終わりにしていきましょう。次回は夏の甲子園大会、地区予選が始まっていくと思いますので、しっかり勝ち進んでいきたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。